一息目だ、気合入りすぎてる。でもまあそんなもんに目をとらわれてる時間はないです。すごいな。東京駅の始発は何時ですか？4時55分が始発です。前回もそうだったんだけど、ああ、いつもこの2台の、ね、カメラで回してるじゃん。うん、してるね。ああ、ちょっとなぜかあの、うん、急に機材トラブルで、うん、メインのカメラの方が、うん、やられちゃいましたね。いや、マジだよ。ああ、マジでなんでだよ。まあ、しかもこう、太鼓を映すと画面が真っ暗になる。なんでだよ。意味わかんねえだろ。じゃあちなみにデンさんだよ。はい、はい、あ、映ってるな。あ、映ってますね。なんで？おかしいってるもんな。これを太鼓さんに向けると。おい、なんでだよ。終わったわ。ま、向けると。なんでだよ。もう行ってー、やる気なくなるわ。お前スターにはなれないこと書くと。普通にスターになれんじゃん。ぶっ壊れるって。めちゃくちゃ怖いよこれ。めちゃくちゃ怖いよ。こっちじゃないよ。どうしました？いや、めちゃくちゃ怖い。怖すぎるって。トンネルが。ああ、これは、あ、そっか、専用出口なんだ。危ねえ。怖っ、見てよ。あの、どうだー、どうだー、どうだー。おい、え、先を急ぐぞ。先を急ぐぞ。あ、4駅目着きました。新木場駅です。よーし。やったやった。新木場だ、新木場だ。あ、線路が見えてきましたね。いや、線路見えるから違うわ。まあ、前回の前編後編だったの。はいはいはい。で、前編の最後に俺が泣いてる映像が流れてた。はいはいはい。うわっ、泣いてる。だからちょっとあの引きがんじゃん、あれ。後編見ようって思う。まあまあ、そういうもんだよね。前編見よう、僕とかね。うん、で、一回普通喧嘩しとこっか。え、それではありだろ、そのセリフで。思いっきりやらせやっちゃおうよ。やらせの最初から最後まで思いっきりやっちゃうって。逆に。ああ、逆にね。そこだけの部分だったらそれはもうなしよ、そんなの。いや、もういいわお前。はっ、そっちもういいっすわ俺、マジで。おい、帰ります。ふざけんな、撮ってもらったの。すいません。どういうことですか。おい、待って待ってよ。おい、おい、やってんな。おい、最悪、最悪です。 OK です。最悪です。すいません。これは気になるな。何の喧嘩なってこう。あ、いや、まあ確かに なりますよ、それは。何の喧嘩なとなります。これは伸びるぞ。後編見たらもうこれバットマークがすごいぞ。あれは伸びるぞ。夜までいる。もうあと30分で始発出ますよ。もう、あと30分？ 30 分。すぐじゃん。すぐよ。やばい。今、まあ、新木場と葛西臨海公園の間なので、はいはいはい、そこまで10分ぐらいで来ちゃいますね。あんまりさ、埋まってる時間もないから。あ、正直。あ、かといって取れたかも。あ、ちょっと心配だから。本当にギャグやって。あ、ラップラーゲン新木場洞窟わっばー。このコウモリ怖え。この洞窟怖え。バーサバサバサバーサバサバサバー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 サやるとこでした。最悪だもん。何も聞こえないです。観覧車ですね。うわー、葛西臨海公園
には来てるという。関西臨海公園、うん、で今ちょうどもう4時55分だから東京の始発が出ましたね。出発した？しました。あとそうだな、もう林くんに会ってないの。確かに確かに初だねこれは。最初からいなかった確率の方が高いと思う。今見てないってことは。いたいた、絶対いた。いなかったっていう可能性も高くなってない。高くなってない、いました100%。もしかしたら、もしかしたら。いや、ペースが速いんだろうな。速いんだよ、それは。前回よりも歩く、歩く。ロボットじゃねえんだよ、林くん。10分くらいだ。お、着きました。葛西臨海公園駅。いいよ。こっち。こっちだぞ。あ、こっちだぞ。あっちです。綺麗だな。綺麗じゃん。いや、綺麗だけど。うん。いや、早く行こうよ。まだ来てないから、電車。なんか、もういいや。は？もういいやじゃなくて疲れた。あんだけ言ってたんだよ途中、来る途中。うんうん、嘘嘘。ママ行って座るわ。ママ行っておい座るとじゃ歩こうよ。まだ来てないから電車。うんなあ、うん、もう通過しました。もしかして今、ごめんなさい、電車通過しました。おいお前さ、うん、お前ここでぐーたらぐーたらしてるからさ、もう来ちゃったじゃん電車。行けたって前浜、もしかしたら限界だった。何がずっと嘘ついてたわ。は始まってから、東京駅から今日は絶対頑張って本編出ますとか言ってたけど、うん、壊れちゃいそうだった途中。手足バラバラになるかと思った。知らないよ。東京駅で体重測ったの。そうですよ、体重。それだ、これがね、それだ。東京駅で測った時が 78.7 キロです。 78.7 キロ。はい、はい、じゃあ行きます。はい、もう行ってえ、何キロ。 79.2 キロ。もう何、なんでだよ。いや、お前普通に500グラム増えてるじゃん。普通にマジで何も食ってないよ。ストレスじゃない。ストレスがこうでっかいストレスなんか膨らんで、ギャグとかやらされてストレスで500あんじゃない今。普通にショックなんだけど。お前5時間歩いて500増えてんじゃん。バケモンかよ。お前バケモンかよ。東京駅で測った時が 71.9 キロです。 71.9。 はい、ではお願いします。はい、おお、 71.8。 おすっごい減りました。素晴らしい。減りましたね。でも減ることで成功ってことですよね。はい、でも増える可能性もあります。500g。裏で食ったのなんか。食ってねえよ、ずっと一緒にいただろ。トイレも行ってねえしよ、別によ。何、どういうこと。それ一番聞きたいよ、これを検証してほしいよ。なんで増えたかって。お前、学会に提出するわ。